こんにちは。今日は横浜観光の動画を皆さんにご覧に入れます。横浜の観光 PR の案件として制作している動画ですが、いつも私が行っている横浜の様子ですから、私も紹介するのは割と得意で、いいお話をいただいたと思います。横浜の観光は明日の朝からということになりますが、しかし前日のうち横浜に行って GoTo キャンペーンなども今は適用できますので、ちょっといいホテルに泊まって翌朝はゆったりと旅を始める予定です。どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに今日はもう夕方なわけですけれども、なんで夕方に動画撮り始めるのか多分思う方も、ね、多いと思う。東京に私は住んでるわけですから、東京から横浜行くんだったら別に一泊旅行じゃなくて普通に朝行って夜帰ってくればいいわけですよね。なぜそうしないのかと言いますと、10月からですね、いよいよ GoTo キャンペーンが東京でも解禁になるということでありまして、そしてそうすると、いつもであれば宿泊しないで、日帰りで済ませてしまうようなところを泊まってですね、そこにあるちょっと優雅なホテル、高級なホテルなどを泊まって楽しんで帰ることもできると、これが今後新しくね、旅行のスタイルとしてしばらくの間は楽しみやすいスタンダードな方法になるんじゃないかなと私も思っております。ですから横浜のね、ちょっといいホテル泊まっていけませんか、そういう話にですね、今回の撮影に際してもさせていただいたわけです。はい、着きました。横浜駅です。で、横浜はね、横浜観光の拠点のように、ね、思う人が多いと思うんですが、私横浜で暮らしてるからよくわかるんですけども、横浜はですね、この横浜駅は決して横浜の中心部ではありません。中心部は桜木町とか関内とか、ここから向こうにある根岸線のホーム、あそこからね、列車に乗って1駅2駅行ったところでございます。ただね、普通に電車に乗ってそのまま移動するだけでは面白くありません。実はですね、この横浜駅からはバス、タクシーなどの乗り換えの他に船にも乗り換えることができるようになっています。行き交う東海道線の電車もすぐあそこに見えるような横浜駅にほど近いこの船着き場からシーバスに乗って横浜の中心部みなとみらい21地区まで海からの景色を楽しみながら移動することができます。ここがみなとみらいの桟橋なんですけど、いや本当にいいところだな。横浜みなとみらいしょっちゅう来てますけどね、こんなところがあるとは知らなかった。もう観光だったら絶対このシーバス使った方がいいですよ。根岸線使うのもまあ早くていいんだけどね、1回ぐらい乗ってみたらどうですか。インターコンチネンタル奥の有名な観覧車ね、向こうがベイブリッジ、海じゃないですか。でここからちょうど私のこの橋の下に海水を引き込んでこんな綺麗な公園になってるようですよ。で泊まるホテルはあれです。なかなか立派なところだな。ホテルビスタって書いてある。僕の部屋はですね、1707です。ありました、これですね。スーペリアな感じがするわ。よし、あ、カチャって小さいことが開いたんだな。これ部屋に入ってね、電気をまずはつけるか。これいいな、いい香りがするわ。匂いは YouTube では伝えられないっていつも言ってることですけどね、木の香りがしますよ。最近のホテルは結構気が利いておりましてね、こういう風に、わかります？なんかカーペットスペースと、それからこの板張りスペースみたいなのが分けられてるんですよ。で、なんとなく多分ここまで靴で来て、ここから先は靴を脱ぎたい人にも対応してるし、靴脱ぎたくなければ別に脱がないで来てもいいみたいな、ね、多分そういう作りなんじゃないかなと思うんですけどね。私は脱ぐ方が好きです。で、それから、これまたね、独特な作りだなと思いましたけども、ちょっとこの奥まったところにお風呂スペースみたいなのあるんですよね。はい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 。あ、なんか風呂もいいな。上等なマンションの風呂みたいな感じだな。あとはね、夜景なんですけども、ちょうど今ね、明かりをこう消したわけですが、あ、いいなぁ。やっぱ部屋に来てね、明かりを真っ暗にするってのはもう、見え方が違いますわ。高層階ですからね。それで、夕飯を食べようかなと思うわけですが、その夕飯は、大体の場合ね、ホテルって朝食付きで朝ごはんだけ食べて、2食付きとはならないんじゃないですか。こういう、一般的なホテルだったらば。レストランが上の方にあるつんで、そのレストランでね、今夜はいただくことにしました。オリエンタルビーチって書いてありますが、多分、アジア風のレストランなんでしょうね。早速、サラダをお持ちいただいたんですが、これですね、これね。パクチーなのかな、これ。多分、ここね、聞いたんですけど、これディアミスタースーツトレインってあるじゃないですか。これ象がおりまして、タイをイメージしているレストランだそうです。これはね、メインディッシュのマダイのポワレなんですが、マダイのポワレっていうのをタイで食べてるのかどうかわかんないんですけど、僕ね実は好きなんですよ。僕が予想していた以上に美味しいですわ。で出てきましたけど、あれでね、3500円でした。宿泊者10パー引きみたいなんで安いと思うんだよな。それではですね、このホテルから見える夜景のご案内。よくみなとみらい地区から見るような夜景とはちょっと方向が違いましてね、また面白い見え方をしているところです。
例えば、有名なのはこれです。赤レンガ倉庫。今からもう100年は、余裕で建っているですね。相当昔に建てられた古い倉庫で、中は商業施設になっているですとか、あとはね、面白いなと思ったのが税関が見えますね。これ横浜税関ですよね。画面奥、右側が山下公園です。で、そのすぐ近くにですね、アメリカシアトルまで何十回何百回と太平洋を横断した、これが貨客船の氷川丸です。日本で今残っている中で一番古いだが戦前に建造された唯一の貨客船だと、そういうふうに聞いています。お休みの挨拶を皆さんにまだしておりませんでした。じゃあこれで、ね、最後の電気も消しますね。これは、はいはい、寝ますよ寝ますよ、おやすみなさい。ちょっと、ね、明日の朝早起きしてみようと思います。それでおはようございます。今ですね、5時20分とかそれぐらいですけれども、まだちょっとしか寝てないじゃないか。後でまた寝ますからね。こんなに眠いのにわざわざ早く起きるのにはもちろん理由があるわけですが、はい、これをご覧ください。すごい景色が、おお、いや、これ最高だ。これ最高だけど、もうちょっと上の階に行ったらもっと景色良くなるかもしれないな。ちょっとフロントの方まで行ってみますか。夜景もいいですけど、朝が一番いいわ。お、素晴らしい。僕の部屋ね、多分あの辺なんですけど、ちょうど朝日が今当たるぐらいになって、おおお、大きな景色ですよね。もうこんな素晴らしい景色ですから、もう外へですね、繰り出さずにはいられません。5時20分に起きるっていう、この僕のセンスもなかなかいいでしょう。今回は横浜の朝をすがすがしく PR すると、そういう趣旨なんですけれども、それ以外のことはね、特に先方からも言われておりませんで、私が自由にこの動画も作っているところなんですが、いや、我ながらいい案を思いついたもんだと思いますよ。それでは朝の浜辺の景色を簡単に皆さんにご覧に入れます。向こうにですね、まずこれ、こんな感じのクレーンがありますけれど、これ現在ではもう使われているものではありませんが、100年以上昔に作られました大型船に荷物を積み込んだりするために使うハンマーヘッドクレーンと現在では呼ばれているものです。これはハンマーの金槌のような形をしているんでハンマーヘッドということなんですけども、これね、世界でも本当にちょっとしか残ってない。確か長崎に今でも現役で稼働してるやつがあったのかな、向こうでもね、見たことがありますけれども、大変貴重な大昔にの技術でですね、作られた船に積み込むクレーンです。それからですね、向こう、ベイブリッジの裏側に、今でもね、これ今度はキリンというふうに呼ばれてるんですけども、キリンのような形をしたクレーンがずらずら並んでいるのが見えます。現在では横浜港に発着をする超大型のコンテナ船については、ベイブリッジをくぐることができないために、すべからくそういった取り扱いをするクレーンもベイブリッジよりも外側に設けられるということになっています。今朝の6時を回りました。またホテルのフロントのところに今帰ってきたんですけども、この横浜の船の眺めもすごいんですよ。ベイブリッジの向こうを見てください。うじゃうじゃいるでしょう。鉄道昇華でね、港を見れば桃船の煙は空を焦がすまでなんて言って横浜は歌われているんですが、本当に100隻ぐらいいるんじゃないかみたいな感じでね、船がゾロゾロと集まっています。やっぱりベイブリッジの向こうなんですけどね、貨物の取り扱いの中心は。ちょうどこのキリンたちの裏側に大型船がいくつかやってきているのも見えます。あんだけ強い朝日を浴びてね、もう完全に目覚めた気になってたんですけど、やっぱりあれですね、早起き、ちょっとまだ寝る時間が足りないから部屋に帰ってくるの眠くなる。あと2時間ほど寝ます。それでまた、2時間少々寝ましてですね、9時頃になってるんですが、もうすっかり朝になりましたね。もう朝というか昼間というか、外も眩しいです。で、朝ごはんなんですけれども、昨日夕飯食べたのと同じ19回です。
うまそうなのが並んでるとついつい毎度取りすぎてしまうわけですよね。まあこれだったらまだセーブしてる方だろう。全部取ってきたりしてね、美味しそうだから美味しそうだからって言って、お腹空いてる状態でバイキングやると後でとんでもないことになります。メインの料理は4種類から1つ選んでくださいってことだったんですけど、まあ、あるうちでね見たらサバが一番体積が大きそうだったんでこれにしました。なんか骨はね一個一個丁寧に取りましたって書いてあったから相当手間もかかるんじゃないですかね。最近ね起きるのが遅くてね、朝の11時とかに起きてるんですよ。だからもう9時に起きてるってだけで新鮮だしね。さっきは5時に、あ、美味しいのこれ。美味しいですみたいなこと書いてありました。それはまあ説明書きのところにまずいですとか書いてないと思いますけど、これ美味しいなこれ、書いてある通りだ。ご飯を朝からお腹いっぱい食べますとまた休みたくなるわけです。ここはね、11時チェックアウト。嬉しいですね。もうちょっとゆっくり休んでから出発しよう。まあ、一体どんだけ寝るんだよって感じですけど。いやー、いいですよ、この。真っ昼間にこういう真っ暗なところで落ち着いて眠れるのもね。